これ見てください。これがですね、前のハンドル。そう。で、この今ついてる方がですね、新しいハンドルで、どのくらい長いの？前に比べて。80mm、8センチ長い。8センチ長いそうです。こっち34センチですよね。なんか幅が広い方がですね、運転しやすい、うん、ということで、このちょっとブランド名は分かりませんけども、こっちはですね、見てください、メリダ純正、純正ですね。これはリクサダとか言うのは、リクサダっていうの分かんないけど、中でもしっかりしたんですけど、チャイニーズ製でですね、中国から郵送で送ってきました、航空便で。今日届くと、ねえ、台風が最初の話ではだいぶ先になるって話だったんですけどね。これ乗りたいでしょ。運転してないでしょまだ。ちょっと今日はですね、外は大雨ですよ、台風の影響で。なんていうのこれ。持った感じで。グリップも変えたんだよ。ああ、グリップも新しいやつにしたんだ。テーブルの上に置いてあったんですよ。どん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 あれですね。こういう高級なバイクを乗ると。あれもこれ持って部分部分で変えてって変えられるのに、ね、変えられるんだけどお金もかかるわな。これ1000円。そうなんだ。こっちか。今度はあれですね、じゃあ天気になったら明日朝乗れるかもしれないね、という報告でした。この2匹が今遊んでるのはですね、このなんだハンドルが入っていた袋ですね。袋で2匹が遊んでますね。君たち、外は大雨ですよ、台風で。ん？のび太くんがこのハンドルを何だろうということで、しずかちゃんはうろ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 してますね。この袋が君が好きなんでしょう。袋が、ほら、袋が、えい、袋かじってる。ほら、袋食べてる。本当だ。でも吐き出すよ、ほら。ほら、吐き出しなさい。どうする？何やってんだよ、お前。吐き出せよ。食べちゃ、食べちゃ、食べちゃ、食べちゃ。いや、口に引っかかってたと思うよ。歯に。ナッツ、ね、ナッツなんか、お前でフェルト食べた。え？フェルト食べた。フェルト？来ちゃったの？そう、むせてて、うわおい、どんくさおだとか言われてる、どんくさ